どうも。こんにちは。こんにちは。昼公演が終わりました。夜中にテレビついててみたら出ててびっくりマン。まあ一応ね、選抜やらせてもらってますんで、ありがとうございました。初めてのコール楽しすぎた。よかった、それなら嬉しいわ。家族で太陽路でした。今仕事終わった。お疲れ。疲れや。自己紹介いつも一番声を聞くです。ありがとうございます。それを心がけております。常にありがとうございます。お疲れ様でした。ちょっとあんたすごいじゃないのよ。ありがたいよね本当に。いや可愛い。ありがとうございます。昨日の N の MC よかった。ありがとう。まあやっぱ爪痕を残していこうと頑張りました。ミックさんになった時レイコが口さんでくれたができた。ああよかった。大事やな口ずさむのな。びっくりするぐらいゼロゼロで、ゼロゼロ多くて楽しすぎた。確かにずっともう前やったな。M 声で声出し初だったけど、あマジそうやったっけ。よかった嬉しい。やっぱ M は楽しいのよ本当に。3日間連続4公演も、そうあと1公演で終わりです。でも明日もちょっとめっちゃ頭使う仕事あるんでまだ休めないです。昼公演ありがとう。ありがとうね、久々に会えたよ。お姉ちゃんがレイコと同じスマホにしてたね。あ、私もしました。みんなでおそろちしよう、この機会に。あ、デイゲームありがとうございます。お昼がデイゲームで夜がナイターでしたっけ。でもが一番そうやね。3連もあるしコールいっぱいできる曲あるし、そりゃあのんちゃんを語れになったら負け分けるわけない、間違いない。本当にどんだけこうもうあのんちゃんを毎日毎日かわいいかわいい言うて育ててきたことか。初恋だし慣れなかった。そうだよね、やっぱ初はなかなかね慣れないよね。メール楽しみにしてます。あ、ありがとうございます。 M の MC 以上に頭を使う仕事、そうなんです。明日ちょっとマジでちょっと頑張らないとあかん。M やっぱ楽しい。よかった、もうそう言ってくれて嬉しい。3つの公演、そうなの、3つ出てます。夜が泣いた、お、もう覚えた。ちひさんのおかげで覚えれました。ありがとうございます。教えてくれて。こんにちは。キラ。これは可愛い推しメンちゃん、どうも。推しメンです。お昼タイヤリ、タイヤリでした。摩天楼の声出しでやっぱり泣きそう。わかる。本当にそれな。そう、ちょっと明日ね、ちょっと頑張らないといけないんだ。余韻に浸りながら帰宅中です。嬉しい、もうそうやって余韻に浸ってくれることがとても嬉しいよ。私は左の人めっちゃ声でかかったからマギジと声張り合いで喉やってる。いいやん、でもおもろい、それいいじゃんいいじゃん。ダブルヘッダーカラオケ推しメンでーすで吹いた。はたやかありがとう。いやちょっとあと一公演頑張ります。なんとかちょっともういっぱい今日は炭酸飲んじゃおう。最近公演ショールーム配信見れてなかったが、ああよかった久しぶりに。よかった、目撃者の摩天楼で感動したので早く恋凸でね。私ももう初めての時もすごい感動したからぜひ来てほしい。地方住みなのであんまり公演行けない。うわーもうなあ、出張公演とかできたらいいねんけど。久しぶりすぎて今までみたいに黙って見ててコール忘れてる時、そうよな、わかる、なんかわかるよ。だって3年は長い。
お、入場列並んでるってねえ、コール届けたいなり待ってるなり、はたやかありがとう。髪型シンプルで、そうなんか未来ちゃんと実はお揃いの髪型してたんですけど、もうほんまにレパートリーがもうなくて、でもう結んだりするのすっごいしんどいから、なんかいいのないかなって言ってたら、未来ちゃんがじゃあ未来とお揃いのなんかハーフツインやねんけど、私がいつもやってるハーフツインとは違うハーフツインみたいなやつやろうって誘ってくれたから、それにしました。炭酸大好き、頑張ってて偉い、ありがとう。昼声入った、ありがとう。家ハグもお見送りもありがとう。こちらこそ、本当に疲れた後の炭酸染み、そう本当にマジで、だから公園のどこら辺やろ、もうアンコールとかも頭の中炭酸炭酸炭酸ってなってる。劇場向かってます。あ、タイヤロー、昼公演タイヤリでした、タイヤリでした。たった今車の仮面試験を合格しました。よかったよかった。私は多分車の免許は取ることは一生ない、まあわかんないけど、でもバイクは取りたいな。こんばんは、昼公演楽しかった、ありがとうございます、嬉しい。昼公演入ってました、たくさん目があった気がする、いや気がするじゃないです、もうその通りですその通りです。出し方忘れてる、ありゃん、もっちゃん M に、あ、超馴染んでますこんにちは、3年ぶりにそんなことないようが言えて嬉しかったそこ次れいこちゃんに会えるのは握手会と写メ会やから、それまで仕事頑張るね、頑張ろう、お互い頑張ろう、マジで本当にリセットで心臓やられてもう泣きながらコールする、いや本当にわかるよ、もう本当リセットと私はもう摩天楼、その2曲は本当にうるうるしちゃう、うん、うん、こんにちは入2分の1入2分の1お昼公演お疲れ、お疲れ、こうありがとう、2列目でありがとう、ありがとう、こちらこそ、上手、上手か、上手の方に SKE 劇場、行きたい、マスクしてて分からんから声出してるでもパクパク、逆に出したくならへん、それレイココール楽しい、よかった、シュリよかった。お見送りの時レイコボード持ってたら、ミラコにレイコちゃんと髪型一緒やねんかわいいかわいい炭酸そっちの炭酸、カレンダーの始球式の曲はなぜ僕は、あ、そうそうそう、なぜ僕にしましたって言われて、みんなでええー、言うて、そうあったんですよ、その一瞬だけ劇場来てて、公演のリハ終わりぐらいの時に、でそれにしました言うて、みんなええー、言うて、誰も知らんやろ言うて髪型かわいい、ありがとうございます。麦の炭酸で、あ、いいね、飲めへんけど私、今日のレイコちゃんの髪型めっちゃ好き、あ、よかった、それなら、それならよかったよ。でもハーフツインはやっぱ可愛いよね。ついさっきまでエンジンかからんから見てって言われて、あ、マジで、そうそうやね、ちょっとバイクやったら酔わへん。こんにちは、ライダースーツめっちゃ似合う、本当に絶対バイク似合う。喜ぶ、頑張って、ありがとう、頑張ります。こんにちは、これまで劇場に入るときしか、あら、あー、なるほどね、身分証ね、兄貴に借りたバイク、夜通し飛ばす系なんだはたやかありがとう、かっこいい私できひんヒューマンビートボックス、ちょっとその代わりに、あの私最近韻踏むことにハマってるから、なんかふと思いついたときにラッパーみたいに韻踏むんですよ、まあ、今はできないんですけど、うん、だからそれ対抗して、はい、リセットは昔のチーム M 公演思い出して、そうなの、本当にそうなの、私も行ってたからさ、さすがにめっちゃ目あった自信、もうめっちゃ目もう会いに、もううわっってやった後ろの席でもすぐ見つけてくれるレイちゃん天才すぎ、そんなんもちろんに決まってるじゃない、そんなんそんなん、最近 M 公演行って、あ、星になってる、なんばら？
木曜のナンバラ見に行ったって、ありがとう。ゆうちゃんにギュッと捉えられてるの可愛い。そう、石田さんが絶対4個まで乗せてって言ってきたんで、声援あると笑顔で泣きそうになる時ある。絶対生誕とかさ、それこそ卒業公演とかもう大号泣しちゃう。顔出すピロじゃん。そう、一瞬でもチーム M 言うかどうかの問題。最高列でも気づいてくれて、もちろんよ。そんなのカウントダウン TV の時の髪型が一番好き。私もその髪型が一番漏れて好きなので、あの気合い入れる時とかはいつもその髪型してます。やめくありがとう、フォローしました、ありがとうございます。こんにちは、はじめまして、はじめまして。たくさん目があって幸せでした。本当にありがとう、来てくれて。奥さんが最前列、あ見てたらしいって、嬉しいです。京都からありがとうございます。夜公演で4公演連続、そうそういうことです、ありがとう。こんにちは、モバイルコンテンツの占い、あそうなんかね、占ってもらったんで、モバイル会員の方はぜひ見てみてください。じゃあ都市伝説信じる方ですか。信じたい人です。おもろいやん、頑張ってください、ありがとうございます。夜公演を配信で、わありがとうございます。髪型似合ってます、ありがとう。京都市動物園レッサーパンダがいますって。動物園しおりさんと行きたいな。そうマングース見に行こうっていう約束してるんですよ。昔の公園のコールは自然と出てくる、わかる。レッサーパンダはまあ好きです。ゆくちゃんやほやほー。あアンダーライブはいいな、行きたい行きたい。私も毎回神公演間違いない。リセット公演行ったことない。リセット公演はもう何回も行きました。私はもうリセットで育ってきました。夜公演もありがとう。虫の一公演いつも前田玲子、いやもう本当に私結構ね研究生なんかってぐらい結構出てるんですよ私今でも。そういうことです今日の髪型も可愛い。てかレイコッチはもらんでもか、 ありがとう優しいね。エロ声もファイト、ワイトは頑張る。大爆ありがとう。後列は前の席の男の人にメンバーが隠れる、そうだよね、確かにそれ問題あるよね。赤着て赤赤振ってたけど思いっきしレイココールした、あありがとう。ちゃんと見えてたよ、あの下手らへんだよね座ってたの、真ん中、いや下手らへんか。あ星なってる、そうなんかそう何か向いてるって言われてたよね、何やったか忘れたけど。マングースいんの京都動物園行こう。仕事終わって配信間に合った、お疲れ。こいつデビューした知り合いタッコールたくさんして今、あ声ガラガラ。今年シアターの女神までにはいかなくとも、まあ入れたらラッキーぐらいで頑張ります。うんそうそうそう、よかったよかった。あ推しなってる、桃球推しからのゆうこじ推しです。玲子ももちろん、あいいですね、ありがとう。やっぱカップリングっていいよね。私もなんかそのカップ押しとかよくしてたんでいいですよね。 B2 は緊急戦出演されるのですか。いや今んとこする予定は私はないです。もう3公演でいっぱいいっぱいでなんかもう緊急戦の時に5公演制覇したからもういいやろうと思って。どの辺に座ってるん分かります。なんうんまあ見てた、その見つけたら端から端まで案内、わマジで案内してくれる。今日も5列目センターね、見やすい位置におったなと思って。猫たんいつでも我らのシアターの女神、ありがとう。こんにちは、アベマエダ大好き、あありがとうね、嬉しい。アベマエダ好きって言ってくれる方すごい多くて嬉しいです。今日初めて恋凸入って楽しくて声がら、お見送りの時書いてくれてましたよね、スケブかなんかに、ありがとうございます。初めて嬉しいですね。ワイワイエクステズ、あ珍しいエクステズ推しの方も
そう珍しいよね本当に。エクステズっていうのはミカナとのコンビ名です。 M 公演のコールは揃ってて配信でもテンション上がるって。いやーやっぱ配信でもそのやっぱ聞こえるのがいいよね公演ね。よりよりよりって感じ。夜公演も頑張ってください。頑張ります。ありがとう。選抜ということを考えた今のペースでも十分すごいですね。ありがとう。嬉しい嬉しい。アイレツ7だった。モバーさんで後ろやって始まるへこんで。そうやんな、今あれやもんな、なんか抽選みたいな。座席めっちゃ前か。確かになんかあんま中間ないな、そういえば確かに。書いた NMB 初期の公演を見てたけど一時期見に行かなくなって夢逃げから。あら嬉しい。夢逃げから復活してくれたの。あ、沼総会もそう上げてるので小島前でイヤイヤるの楽しみになってるこれからもしてこう。ちょっともうちょっとあの月一はさすがにちょっときついので、もうちょっと月にせめて月にぐらいの頻度でまたがしてくださいって昨日言ったんでマネージャーさんに。今月またもう一回またげたらまた来たいですね。席そう多分抽選やと思う。よろこやり、あよろしく、あよろしくね。スケブの髪渡して、あそうなの。やさおってこと。シャドウピープル、影のような黒い正体不明の謎の怪。へえ。2月に行ったこいつは2列目で目の前に見らせて緊張した。妹も母も楽しんでくれて、いやよかったもう本当にね。なんかそういうあんまり NMB を詳しくない方でもこう楽しんでもらえるっていうのがすごく嬉しい。2列目からねえ、めっちゃ近くて嬉しかった。私もいやありがとうございます。ということで15分経ったということで、私はちょっと準備をね、あの夜公演に向けて準備をして、ちょっと15分ぐらい寝れる時間あるかな、ちょっとだけ寝る時間も確保しつつ着替えて準備に備えたいと思います。ありがとう。こんなねちょっと変な時間やったけど、あの見に来てくれた方ありがとうございます。それでは順位を発表したいと思います。いきます。13位あーちゃんありがとうございます。12位リコありがとうございます。11位カチャトラさんありがとうございます。10位がゆうだいさんありがとうございます。9位がゆうゆうありがとうございます。8位がけんさん、あけんじさんありがとうございます。7位がさかさんありがとうございます。6位がたーくんありがとうございます。5位がバロックさんありがとうございます。4位が野原しんのすけのすけさんありがとうございます。3位があいかちゃんありがとうございます。2位がひさおさんありがとうございます。そして1位がつれづれさんありがとうございました。頑張ります。夜もで多分夜公演終わりもショールームするので、その時もぜひ見に来てくだされば嬉しいなと思います。それでは頑張ってきます。ありがとう。行ってきます。ありがとう。バイバーイ。